さて、ウィニングポストの続きですが、最近はボバでの三冠を取れていないので、1999年は久しぶりに無敗三冠を狙うとしましょう。無敗三冠、狙えそうなお馬さんいるんですか？アドマイヤベガというお馬さんを手に入れたのですが、これがなかなか活躍してくれているんですよ。それは楽しみですね。それでは早速レースを見てみましょう。サツキ賞です。ウマ娘にも出てくるデイエムオペラ王を出走しますね。油断できません。4コーナーカーブから直線コースに向きました。マンママンバイエイ先頭、あと 200m、 アドマイヤベガ追い上げてきた。アドマイヤベガ抜けた。2番手はオースミブライト。アドマイヤベガ強い強い。アドマイヤベガ圧勝ゴールイン。2着はオースミブライト、見事に勝ちました。アドマイヤベガマンママンバイエイ敗れました。これは掲示板までです。まずは1つ目、余裕でしたね。マンマイエイちゃんは残念でしたね。そもそも、なぜマンマイエイが一番人気だったのか謎ですけどね。ダービーです。今回も、オースミブライト、デイエムオペラ王が出走ですね。気を引き締めていきましょう。さあ、世代の頂点をかけてオリーブエミネム先頭。しかしその差はわずか。粘り込めるか。オリーブエミネム先頭、アドマイヤベガ先頭、引き離しにかかる。残り 200m を通過して、アドマイヤベガ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はマチカネ金の星。アドマイヤベガ今ゴールイン。段違いの強さです。2着はフェームオペラ王。アドマイヤベガ2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ。夢の3冠まであと一歩に迫りました。これで2つ目、無敗三冠まであとは菊花賞を残すのみ。2着のオペラ王ちゃんにも結構差をつけて勝ちましたね。そして菊花賞です。無敗三冠は間違いないでしょう。そんな余裕こいて本当に大丈夫かな。さあ決着をつける時だ。エルビッド先頭、内からぐんぐんと。ゲームオペラ王先頭、成田トップロード追いすがる。残り 200m を通過して、やはり最後はこの2強だ。一気にアドマイヤベガゲームオペラ王、粘る。ゲームオペラ王、ゲームオペラ王1着、2着にはどうやらアドマイヤベガ。ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはゲームオペラ王。分かりやすい死亡フラグ立てるんだから、皆さんオチが分かってましたよ。今日はよみがえらせません。そのまましんどいてください。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。